秋の街市原情報局空気が澄んで日中は日差しが心地よく気持ちいい秋の陽気が続いていますねさて今回は11月30日日曜日に養老渓谷駅周辺で開催される養老渓谷ファミリーハイキングについてお知らせします。 市役所スポーツ振興課の竹林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。スポーツ振興課の竹林です。よろしくお願いします。さて竹林さん、朝晩は少し冷えますが、日中は穏やかに晴れて、体を動かすにはちょうどいい季節になりましたね。はい、だんだんと山の木々が色づき始めました。そうですね。市原の晩秋といえば、養老渓谷の紅葉ですけれども、 秋の市原の自然を楽しむぴったりのイベントがあるんですが、横田さんご存知ですかもしかして、紅葉を楽しみながらハイキングができる、毎年恒例のあのイベントですかはい、そうです。養老渓谷ファミリーハイキングを今年も開催します。そうそう、ファミリーハイキング。え、私は春にイキイキ市原ワンデーマーチに参加させてもらいましたが、春とはまた違った雰囲気を味わえるんですよね。はい。 毎年市内外からたくさんの人が参加して賑やかで楽しいイベントになっていると聞いていますよはいイベントに参加した方からは日々の疲れも癒されてハイキング仲間もできましたという声もいただいています、はい、最近ではリピーターの方も増えています今年は11月30日日曜日に開催します 午前八時二十分から小港鉄道養老渓谷駅前で受付を行いますはい。ひんやりとした空気を感じながら色づき始めた木々を見て気持ちよく汗がかけそうですよねはい。私もファミリーハイキングに参加してみたいのですが普段山を歩くことが少ない私のようなハイキング初心者でも歩けそうなコースってありますかはいもちろんです養老渓谷ファミリーハイキングでは初心者の方から もう何度もハイキングしているよというような方まで楽しめる10キロ前後のコースを3つご用意しています今回ご用意しているのは養老渓谷駅をスタートして養老渓谷駅にゴールする養老渓谷頼朝ゆかりの地7キロコースと大伏山梅ヶ瀬定番1 2キロコースのこの2つのコースとあと養老渓谷駅をスタートして市民の森をゴールとする 市民の森片道満喫12キロコースのこの合計3つのコースですコースごとに出発セレモニーの時間が異なりますのであらかじめご確認をお願いしますはい。7キロメートルと12キロメートルのコースから選べるんですね、はい、春のワンデイマーチでは7キロメートルコースに挑戦したんですけれども、はい、ハイキング経験が少ない私でも最後まで歩けてとても楽しかったですさて気になるルートを教えていただきたいのですが まずは養老渓谷よりともゆかりの地コースはどんなコースなんでしょうかはい、養老渓谷よりともゆかりの地コースは養老渓谷駅を出発し遊戯台奥養老バンガロー村中瀬遊歩道出世観音を通り養老渓谷駅に戻るよりともゆかりの地コースです 出世観音は源の頼朝が南宗に逃れてきた際に持参した観音像に戦争を祈願し後に天下を平定いたしましたその時の観音像が御神体として安置されたお寺というふうに伝えられていますはい源の頼朝の歴史がある観音様を拝んでゴールしたらなんだか勝分が強くなりそうですね、はいえー、とってもいいことが起こりそうな気がします、はい では次に今からちょっと頑張って歩く練習をするとして1 2トルのコース2つありましたがどのようなコースか教えてください。はい、えー、2つ目の大福山梅ヶ瀬定番1 2キロコースですがこちらは林道目が倉線から大福山を折り返し旧日高亭跡梅ヶ瀬渓谷を通るコースででです梅梅ヶヶ瀬瀬渓渓谷谷は養老川川支流である梅ヶ瀬川が丘陵を侵食してできた渓谷です。はい 梅ヶ瀬渓谷の中は水辺を歩いたり橋を渡ったりしながら歩きますので普段体験できない素晴らしい自然を満喫することができます、はい、大伏山梅ヶ瀬定番コースは梅ヶ瀬渓谷の水辺を歩くことができるんですね。はい、一生懸命歩いてちょっと汗をかいて疲れたところに渓谷のひんやりとした空気とマイナスイオンでしっかり涼めそうですね。このコースももとても魅力的です さて3つ目のコースはこのコースだけゴールが市民の森なんですよねちょっと遠いイメージがあってゴールする頃には疲れてしまいそうですがいえいえ横田さんそんなことないですよ。はい、え市民の森片道満喫12キロコースでは黒,黒川沼から林道根室温泉を通り不動の滝旧白鳥小学校を経由して市民の森へゴールします。 林道月崎大久保線ではコースの両脇に真っ赤に染まった紅葉のカーテンを見ることができますちなみに当日ゴールとなっている市民の森では夕方からイルミネーションの点灯が予定されているんです、はい、ハイキングルートで紅葉を見ることができたりゴールした後夕方からはイルミネーションを見ることができるなんて嬉しいですよね 歩いた疲れも一気に吹き飛びそうですねそうでしょうはい。えー、こちらの市民の森片道満喫12キロコースはスタートとゴールの場所は異なりますお帰りの際は市民の森から月崎駅までシャトルバスの運行を予定していますのでどうぞご利用くださいはい。駅までの送迎もあれば暗い夜道を歩かなくて済みますから安心して帰ることもできますねはい。えー、それに養老渓谷駅にゴールする養老渓谷頼友ゆかりの地コースと お大福山梅ヶ瀬定番コースでは、毎年ご協力いただいている地元ボランティア団体の方から、心と体が温まる甘酒の無料サービスがあります。また、地元養老温泉の黒湯を使用した足湯や、わたあめとポップコーンの無料サービスのほか、地元農家の方による産直コーナーを設けています。ゴールでは千葉県のマスコットキャラクターの千葉くんや、市原市マスコットキャラクターのおっくんが、 え皆さんのゴールを待ってくれていますハイキングで楽しんで、えー、心身ともにリフレッシュしてくださいはいこちらも嬉しいサービスがいっぱいですね、はい、足湯にも浸かりたいし夜のイルミネーションも見たいしどのコースにするか迷ってしまいますはい えちなみに今年は養老渓谷よりともゆかりの地七キロコースは先発と後発の二回に分けて出発することができるんです。そうなんですか。はい、市外から参加する人でもゆっくりとハイキングを楽しめるしゴールした後もさまざまな催しが用意されていて嬉しい企画がいっぱいですね。では各コース何時に出発するのでしょうか。はい、えー、まず一回目の出発セレモニーは午前九時から行います。 こちらは養老渓谷頼友ゆかりの地7キロコースの先発組と大福山梅ヶ瀬定番12キロコースがスタートします2回目の出発セレモニーは午前10時から行いますこちらは養老渓谷頼友ゆかりの地7キロコースの後発組と市民の森片道満喫12キロコースがスタートします、はい、養老渓谷ファミリーハイキングは紅葉を楽しむだけではなく 養老渓谷の大自然や地元の歴史にも触れながら歩ける魅力いっぱいのハイキングイベントですねもうすでに私の目の前に養老渓谷の紅葉が浮かんできてワクワクしてきましたさてファミリーハイキングに私も参加してみたいのですが参加には事前の申し込みが必要なんでしょうか、はい、参加をご希望の方は当日十一月三十日日曜日の朝受付場所で直接お申し込みをお願いします 午前八時二十分から、小湊鉄道養老渓谷駅前で受付を開始します。必ず申し込みを済ませてください。参加費はお一人二百円となっています。はい、養老渓谷。ファミリーハイキングは、現地集合、現地解散となります。当日、小湊鉄道をご利用の方は、合意駅東口の観光案内所脇で、小湊鉄道一日フリー乗車券を販売しています。当日は午前七時から。 小湊鉄道観光案内所脇、こちらでもファミリーハイキングの受付を行っていますので一日フリー乗車券をお買い求めになったときに合わせてハイキングの申し込みをすすることも可能です、はい、詳細は広報市原11月1日号または公民館コミュニティセンターに置いてあるパンフレットあるいは市ウェブサイトをご覧ください。はいわかりました 当日小湊鉄道をご利用される方はご井駅を午前7時23分または午前8時20分に発車する列車に乗って会場に向かいましょう養老渓谷駅では市原市をホームタウンとするジェフユナイテッド市原千葉のマスコットキャラクターのジェフィーがハイキングのの出発のお見送りに来てくれる予定です。では最後に参加する時の注意事項などを教えてください。はい。 皆さんにハイキングを楽しんでいただくため服装はハイキングのできる動きやすいものを用意して靴も履き慣れた滑りにくいものを着用してくださいお子様連れのご参加は大歓迎ですがハイキングコースには坂道や水辺など足場の悪いところもありますベビーカーでの参加はご遠慮くださいそして当日は昼食水筒雨具保険証を持参してください夕方から市民の森でイルミネーションを鑑賞される予定の方は 日中と日が暮れた後の寒暖の差がありますので防寒着などのご用意があるといいと思いますなお会場付近は駐車場が限られており周辺道路の渋滞が予想されます参加者の皆様には極力公共交通機関のご利用をお願いいたしますスタッフ一同皆様のご参加を心よりお待ちしておりますはい、会場付近は駐車場が限られています 近隣の渋滞緩和のためにも公共交通機関のご利用、ご協力をお願いしますまた、日中は歩くことで汗をかきますから風邪をひかないよう夕方からは暖かい服装でお過ごしください今回お知らせした養老渓谷ファミリーハイキングの開催や参加方法などのお問い合わせはスポーツ振興課までお願いします電話番号は0436-23の ですまた、雨天などにによるる開催の有無については、市ウェブサイトでお知らせするほか、当日の「午前6時からは、特設のハローダイヤル」でで自動音声でご案内します。当日のハローダイヤル、電話番号は「0 4 3 6 2 3三8 6 8 6六。 0436-23-486-86です。今回は11月30日日曜日に開催する養老渓谷ファミリーハイキングについて、スポーツ振興課の竹林さんにお話を伺い,いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。